ありがとうございます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとつば九郎の姿は見えませんが、おっ、つば九郎も来てくれました。つば九郎とファッションの皆さんにはここベイガーデンステージとグラウンドでもパフォーマンスを見せていただきます。一緒に盛り上げていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんとコラボが3年ぶりということで、交流恒例の対決を始めていきましょう。まずは旗揚げ対決です。お、それでは皆さん準備をお願いします。対戦するのはつば九郎とバートです。さあ、ステージ上にお願いします。バルーンを持ちましょう。元気バッチリかな、バッチリかな。ちょっと持ちにくいかもしれない。はい、まずルールは簡単です。私が白を上げて青を上げてと言いますので、それに合わせて旗を上げてもらいたいなと思います。旗じゃない、バルーンです。バルーンになるので、はい、バルーン、青と白を上げてください。間違ってしまったら負けとなります。ちょっと練習してみましょうか。はい、いきますよ。青を上げて白を上げない、青下げないで白下げる。さあ、今青が上がってたら正解です。お、いいですね。さすがですね。つば九郎バッチリです。はい、ちょっと簡単だったかもしれない。早速本番やっていきたいと思います。途中でちょっと早くなったりもするので、ちょっと頑張ってくださいね。それでは行ってみましょう。旗揚げゲームスタート。青上げない、白上げて、青上げて、白下げる。おっと、2人ともちょっと止まっちゃってますけど、大丈夫ですか？はい、今はね、青が上がってて白が下がってる状態が正解なんですが、あららら、後出しですね。さあ、今のは簡単バージョンで、次、ちょっとだけスピード上げていきますよ。いきます。青下げない、白上げて、白下げないで、青上げない。おっと、バンドも2人とも止まってますね。そう、今は青が下がってて白が上がってたら OK です。またまた後出しです。さあ、バット落ちちゃったけど大丈夫。ちょっと空気も抜けてきちゃいましたね。大丈夫だ。はい、じゃあ最後すごく早くいきます。いきます。青上げて白下げない、青下げないで白下げて、白上げて青下げて、青上げないで白下げない。おっと、指揮者をしていますね。キララちゃんもなんか笛吹いてるね。今は青が下がってて白が上がってたら正解。これはちょっと難しい対決ですね。ここで終了となります。